中国の日本産水産物の全面禁輸を受け、なぜかホタテの推し活が広がっている。食べて応援北海道。道庁の食堂ではホタテメニューを発売。網走市では地元漁協が小学校の給食に無償提供。さらに全国でも有名企業がイベントや新メニューで応援。その動きは国外へも。海外で人気のジャパンブランド専門店どんどんどんきでは38店舗で北海道産ホタテフェアを開催。どこもかしこもホタテ推し、一体なぜ？値段そんなに変わりませんかね。多少価格下げてでもやってもらえれば数は履けると思うんですよね。余っているはずなのに値段が安くならないのはなぜ？今日本中が知りたいホタテの疑問を追跡します。さて今日から始まりました世の中の疑問に深く切り込んでいく新コーナー追跡です。さあ今日のテーマはこちら、禁輸で大ピンチホタテです。さあまず最初の気になる疑問こちらです。なぜ今ホタテを推すのかということで、先ほどもニュースであったように最近このホタテを支援するというニュースが非常に多くなっています。まあ、日本産水産物すべてが中国への輸出を今停止されているんですけれども、なぜかホタテ多いですよね。確かにね、あの水産物全般をね応援しましょうって話なのに、ホタテの話しか聞かない。そうなんです。はい、まずはその疑問北海道の担当者に聞いてきました。ということで水産局水産経営課小林さんに話を伺いました。ホタテをみんなで食べようっていうその動きっていうのが盛んだと思うんですけども、ホタテを守らないと大変なことになるぞっていう危機感からなんですか？そうですね、もちろんそれもあの道産水産物全般にわたって、ね、我々はやってるんですけど、輸出された道産水産物ホタテ貝の占める割合というのがとっても高いと。まずは国内道内での消費を伸ばしていこうというところが重要だということで、キャンペーン等で取り組んで消費拡大を図っているところでございます。はい、やはり輸出のこれ割合が多いからホタテ推しがどうしても目立ってしまうということで、他のものも推しているということなんですよね。ちょっとこちらデータでご覧いただきたいんですけれども、日本の水産物の輸出額去年のデータです。はい、これ総額で3873億円なんです。この内訳を見てみますとびっくりします。さまざまなものの中でホタテがなんと全体の3分の1から4分の1を占める1000億円超えなんです。大事なね。はい、そうなんです。でこのホタテが一体どこにじゃあ輸出されているかといいますと、こちら3位アメリカ、2位台湾、そして1位が今禁輸措置を取っている中国。その額なんと467億円。台湾の4倍なんですね。そうなんです。もう2位の台湾の4倍です。この中国に禁輸されちゃうっていうのは痛手ですよね。かなりの痛手です。はい、でこのうちなんとですね、道産のホタテというのがこれだけを占めています。なんと8割。あ、これほとんど道産じゃないですか。そうなんです。北海道に関わってきますから、やっぱり鈴木知事も岸田総理のところへ行ってなんとかホタテを食べるようにね、お願いをしたりであるとか、まあ、北海道ももちろん日本全国でホタテが押されているというのは、これだけホタテがやはり輸出のトップアイドルだったからだということになるんですね。はい、さあところで石井さん、最近そのホタテ食べました？買いました？いや、スーパーでなんか応援しなきゃと思ってホタテ見たんですけど、それほどねお安くなってないから、ちょっとまた違うアジとか買っちゃったんだけど。そうなんですよ、ホタテ余ってるんだったらじゃあちょっと値段安くなってるんじゃないかなと思うんですが、あまり値が下がっていない。その疑問こちらです。はい、なぜホタテは安くならないのかということで、ちょっとこちらご覧いただきたいんですが、これ先日取材をしました道南の森町のある水産加工会社の倉庫なんですが、これ積み上がっているの全部ホタテなんです。すごい量ですね。はい、実に数十トンのホタテがこれ行き場を失って今倉庫の中で積み上がっている。これどんどん増えてしまっていると。早く食べた方がいいですよね。いう状態。
そうなんですよ、うん、じゃあ早く食べるためにはちょっと値が下がってくれると嬉しいなっていうところなんですけども、うん、なかなかそうはいかない。その理由というのをちょっと説明したいんですけれども、そのためには皆さんの食卓にホタテが届くまでのこの流通というのをちょっとこれ見てもらいたいんです、うん、ホタテの生産者、まあ、漁師さんがホタテを取ります、うん、それを水産加工会社業者が買って、それをさらに商社が買って、うん、で海外であったり国内のスーパーや鮮魚店にこれを振り分けていくと、うん、でこの海外の今トップのお得意さんだった中国が今禁輸措置を取っているので困っちゃっているということなんですね。で今先ほどご覧いただきましたホタテの、まあ、ケースがずっと高く積み上がっている倉庫っていうのは、うん、この水産加工業者さんの倉庫なんです、うん、はい、ということでこの業者に話を聞いてみました。実際に今どういう状況なのかっていうのを教えていただきたいんですけれども、まあ、毎年6月から10月末にかけてオホーツク産の原料のホタテを加工して冷凍貝柱っていうのを製造してるんですよ、はい、で例年だと並行して商談の方もコンスタントに進んでいくんですけど、もう7月からもう商談が一切ストップしていて在庫だけがどんどん溜まっていってるような状況ですね。何割ぐらい今埋まっている状況ですか？まあ、3割くらいで収まるものが今大体もう7割8割埋まってるっていうような、はい、感じです。一方でちょっと安くしてくれたらもっと買えるんだけどなっていう声が上がってきているのも事実で、原料を買い取って加工してるのでやっぱりそれに関わる加工費用とかもかかるので、まあ、消費してもらうために値段を安くするってなると逆にこっちの加工業者がまあ死活問題につながるっていうような状況にもなりますので、とても難しいところですね。そうなんです。値段が下がらない理由というのはこちら、この水産加工業者の方が生産者から買うときにすでに中国の輸出停止前の価格で仕入れてしまっているため、今この商社に対して安い価格で売ってしまうとこの下がった分の損失というのを全てこの水産加工業者が被らなきゃいけないということになってしまっているんです。じゃあ絶対もうホタテ安くならないね。いや、そう思いますよね、うんうん、ただですね、ホタテの値段下がる可能性っていうのがあるんです、うん、はい、下がる可能性出ますかね、はい、あるんです、うん、と言いますのはこの水産加工業者がこれ額っていうのは中国の輸出停止前の交渉で決まった額ですよね、はい、来年はじゃあどうなるかっていうと、この輸出ができないよという状況をもとにこの買取価格決まりますので、今年よりもだいぶ下がる可能性があります。そうすると全部こう下がっていって、結局私たちの手の届くところには値段が下がる可能性がある。じゃあ来年は下がって私たち嬉しいですけど、多分生産者とか加工業者は痛いですよね。そうなんです、まさにそうで、この額が下がるっていうのはどういう結果を引き起こすかというと、こちら、地域経済に打撃を与えてしまう可能性があるというんです。はい、水産加工業者が生産者から買い取るこの額が下がるっていうのは、つまり言い方を変えると生産者の収入が減ってしまうということになります。でそもそもこの水産加工業者がまた今年来年も安い値段でこの商社に売らなければいけないとなってしまうと、結果的に私たちの手元に届く額というのは安くなりますけれども、このホタテ漁でこう経済圏を作っている特に北海道のオホーツク海沿岸の町なんかは、町の経済自体、そして町の雇用にも影響が出かねないということなんですよね、はい、だからちょっと値が下がらないっていう現実今ありますけれども、じゃあ値が下がったからいいのかっていうと、石井さんちょっとそういう簡単な話でもないんですよね。そうじゃないんですね、はい、ちょっと私ホタテ買って帰ります今日。あ、そうですか、ね、ちょっと高くてもやっぱり買って応援したい気持ちになりますね、はい、そうなんです、まあ、ホタテを含めました北海道のこの豊かな食材を守ることっていうのはこの地域の経済を守ることにつながるということが分かりました。以上、水石でした。